皆さんこんにちは、まおです。ちえです。二人合わせてせーの、ちえまおです。はい、ということで今日もですね、こちらテンブラントゴルフクラブ御殿場さんに、はい、来ています。ということでゴルフ場で、はい、やったらおお、モテる効能を、そうですね、実際にコーナーあって、あ、いいなって思ったことを、私たちの経験をもとにお伝えします。はい、レッツゴー私がいろいろやっていくので、いいなっていう仕草があったら真央ちゃんが丸をしてくれるので。あ、なるほど、真央ちゃんがキュンキュンしたら丸してくれるんだ、はい、そうです。わかりました、じゃあお願いします。お願いします。ありがとうございます。お、これはピポピポイエーイ、これは20丸ですね。ありがとうございます。まず打った時の内視鏡、ちゃんと自分のボール見てくれてるんだなっていうのと、あとこのヘッドカバー、確かにそう、これめちゃくちゃ嬉しいんですよね。拾ってくれてる、ちゃんと最後まで自分を持ってくれてるっていうのもあるし、これはめちゃくちゃいいと思います。ありがとうございます。キュン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 ピンポンピンポンです。次行きましょう。あ、このシートいる？シートいる？何シートって、ちょっとせっかくだから教えてくださいよ。あの、うん、シートっていうのは、なんかここの編み編みじゃないですか。うん、女子って多分大体スカートとかだと思うんですよ。なんかここに跡ついちゃうんですよ。そうそうそう。跡ね。ああ、なるほどね。そう。しかもあの冬場とかちょっと冷たい時、そこでさりげなくこの自分の多分とか。なんかタオル、ブランケットとかってこと、などとか、うん、そうなどをこうさりげなく引いてくれてるのが、ちょっとキュンってしまう。するんだ。そう、これは真央ちゃんの経験談らしいんです。へえー、なんかすごいあれだけどね、なんかわざとらしさはなんか出そうだけど、さりげなくやるのはなんか似合ってくれてるね。うん、そうだな。その時冬だったんですよ。冬場でシート冷たくって、あ、冷たいとか言ってたら、うん、こうなんか次引いてるから、ね、あ、なるほどね。そう、それはさりげなさがっていいですね。うん、そうです。覚えとこう。180。ちょっと短いかもしれない。何番？いいよ、取るよ。いいですか？何番？7番お願いします。これは丸。これはですね、結構あるんですよ。そう、7番です。はい、ありがとうございます。私は結構やるんですけど、こう足りない、番手が足りなくて、あ、やばいって思って、でも言いづらいじゃないですか、うんうんうん、言いづらいですとか、だけどさりげなく言ってくれる。確かに見てくれてる感じ今したよね。やっぱ見てくれてるんだなって思って。確かにね。ありがとうございます。どういたしまして。助かりました。ということで7番で打ちます。よし、助かりますね。どういたしまして。持つよとかじゃないの？あ、違うの。だいぶ狙われてる。そう、本当に。19番ホールに行かせる。それ知りたいんじゃないの、みんな。でもあれだよね、やっぱ見てくれてるっていうのがね、自分だけのプレーじゃなくてさ、相手のプレーを見てるっていう感じ。ありがとうございます。ボール拭く？はい、拭きます。優しい。あー、俺できない。俺できない。多分これ、そう、ゴルフを始めたばっかりの人とか、パターとか忘れがちだと思うんですけど、グリーンバーで行くときにね、そうね、しか持ってない。そうそう、あ、やばい忘れたでカートまで取り行くとかあると思うんですけど、なるほど。こうやってやっぱり気遣いですね。カート回すときにね、できるだけみんなのパターを持ってくれたら嬉しい、はい、あ、確かに、なるほどね。カート回して、はい、パター持ってるかなってチェックして降りてくればいいもんね。はい、あと、ボール拭くも
ね、これ結構ね今日も泥つきやすいからね。そうですね。あーうまいな結構一ホールだったけどいろいろあったね。ねえそうそう、いろいろできることはいっぱいあるし、でも待ってるとさいいなって思うこと結構見つかるんですよ。そうなんかね思ったのが、はい、なんか例えば僕がね、僕あんま調査できないんで勉強になったんだけど、これをいきなり女の子にやろうとするとすごいぎこちなさが出るなと思って。そうやってくれてる、見てくれてる。日頃から友達とかでもやっとくと自然になるのかなって思った。そうですね、あとまあ基本的にはモテるなって思うのはなんか組をハッピーにさせる感じとか、スロープレーとかにしないっていうのをなんか心がけてる人は結構いいなと思います。例えばもちろんさっきのナイスショットもそうですし、自分のミスショットした後結構ちょっと不機嫌になって国の雰囲気が悪くなっちゃうってこともあるんで、そういうのもなれないようにするとか、そういい雰囲気が一番大事です。出る感じがします。楽しい気分かり、はい、あとはまあこれ男女問わず、うん、なんだろう、やっぱりお菓子っていうか、あそう確かに、そうお菓子とかドリンク、わかる、ピクニックじゃないけど、うん、なんかみんなで食べたり飲めたりできるようなね。そうそうそう、結構待ち時間もあったりするんで、チョコ食べるとか聞かれるとありがとうございますって、ね、そうそうそう、会話にも なるし、うんうんうん、かなんか夏場とかこの間おすすめされたんですけど、凍らしてなんかゼリーとかでも何でも凍らして、そうしたら待ってる間に溶けるので、こういうのもいいよっていうのは聞きました。確かにゼリー嬉しい、 そしたらいただきますってなるわ。そうそうそう、感じもありますね。あと寒い時とかは北海道とかも、あそうね、なんか忘れちゃう時あるんですよね、カイロね、寒いのに、で寒いって言ってる時にカイロいるって言われたら嬉しいかも、あるよって、あ気が利く方なんだなって思います、うん、なんか結構ゴルフしてると気が利く利かないって出ちゃうんで、うんうんうね、お願いします。ちょっとそうなんか私も勉強させていただいております。キュンキュンさせてください。ありがとうございます。はい、みんなで楽しくゴルフをしよう。待ってここで見える、うん、見える、たまにするよね、ここでさ顔チェック、そう髪型チェック、なんかさ前髪崩れてきちゃうんだけど、今日風強いからさ、確かになんか崩れちゃいますよね。いやダメやんダメですよ、ブブブブダメ、カメラマンさんダメ、そういう時のお手本お願いします。あ、前も崩れてきちゃった。崩れても可愛いよ。ありがとう。ちょっとこここうしたら、ありがとう、わかった。そんなの俺できないんだけどなんかどこが崩れとるか本人は。ちょっとなんか治った、こう触るまではないけど、あ、ちょっとここ、こんぐらいですか、うん、いいと思う、ありがとう、ぐらいのアドバイス。なかなかこれは上級テクニックですね。はい、そうそう、ね、でもなんか逆に、ね、ゴルフ場でのさ、女子のさ、あ確かにモテる仕草とかも教えてほしい、聞きたい、教えてほしい、それ教えてほしいです。こういうことされたら嬉しいみたいなね。多分ドリンクとかは絶対誰でも嬉しいと思うから、コメント欄へお願いします。ドリンクが持てる仕草、そう女子が持てる仕草、そう、うん、ドリンクも何でも、そう男女とはドリンクはそうだから、 それ以外の女子が持てる、これはね私たちでね判断できないけど、うん、なるほど、そうじゃあぜひ、はい、行きます。お願いします。ゴーバイバーイ。いや初見、まあ、初見でだってさ、そんなこんなこの辺がとかさ、地位が違う、左に行っちゃってんじゃないの。あそうそうそう、ださ触るわけじゃなくてね、そうだから自分で、あここら辺みたいな、この辺みたいな、そう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 、はいはいはい、もうちょっとはじゃないかな。何ですか、こっち、どれこっちだからこれ分かんない分かんない、ちょっとやまあ、じゃあやってみてよ。この辺もうちょっと、違う反対だ、そっち、あそうそうそう、真ん中のこの2本が2本になってるから、あ、そう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 、今ね、M 今髪型 M、 あ、分かった分かった分かった、鏡パッと出してくれるのが一番ありがたいわここになっちゃうじゃんで、結局自分で直すので、ね、でもまあ
そう、あ、そうだよね。なんかこの辺この辺っつってどこって言って多分鏡とか見るよね。そうそうそう、確かに確かに。まあいきなりボディタッチとかあんまり、そうそうそう、アドバイスで、はい、まあでも基本全然可愛いよって言ってたら喜びます。私たちは単純なんで。最近ちょっと太っちゃったんだよね。そんなことないよ。あ、そう、そういう感じで。へーへーしか言えないあ、そうなんだ。何食べてんの。これあれですよ、2人のコンペに出る参加者の皆さん要チェックですみんな同じ開始してる